マドリードイコールクアトロビエントス空港は、スペインマドリード州、クアトロビエントスに所在する、軍用飛行場県民間空港。マドリード中心部から8キロメートル離れた場所にあり、1911年に建設されたスペイン最古の空港の一つ。当初は、軍用飛行場として運用されていたが、1970年に、軍民共用空港として開放される。それ以降、 民間部門では、ジェネアビおよび営エグゼクティブ用途で、ほぼ独占的に使用している。現在、クアトロビエントス空港は、複数の機関の航空基地となっている。民間航空のうち一部の飛行学校、飛行クラブ、飛行船クラブおよび博物館が置かれている。また、スペイン国家警察と交通総局の、監視ヘリコプターや中央政府並びに、 マドリード市行政の航空拠点となっている。一世紀をかけて、マドリード市の成長は空港に到達している。飛行安全については、近隣住民に約束している。空港周辺には、南西高速道路や、環状高速道路 M40 号線が通り、敷地南部には、マドリード地下鉄の地上走車場がある。また、敷地北方には、 マドリード地下鉄10号線のクアトロビエントス駅があり、その周りに住宅地及び工業用地がある。さらにその機体機にはスペイン陸軍の演習場があり、クアトロビエントスに所在する兵衛には陸軍の軽戦力集団司令部が置かれている。空港の存続については騒音問題及び事故を通じて周辺住民と係争となっている。運営主体であるアエナ。 マドリード市議会、空港労働者、周辺住民はそれぞれ長期にわたり、議論が続いている。責任の所在を明らかにし、何らかの保障を必要としていた。現実には、空港の使用をやめるわけにはいかず、代替案として、空港機能の段階的移転が持ち上がっている。ありがとうございます。